オールウェイズ三丁目の夕日64話、漫画三丁目の夕日を題材にした2012年1月21日公開の日本映画主演は吉岡秀隆 3D2D 同時上映高度経済成長期の東京を舞台に心温まる人情模様を描く山崎喜監督のオールウェイズシリーズの映画第3弾本作では 3D 仕様となっている。シリーズを継続し、吉岡秀隆他が出演する。前作、オールウェイズ続、三丁目の夕日から約5年後の1964年、東京オリンピック開催の年を舞台としている。キャッチコピーは、どんなに時代が変わっても、夢があるから、前を向ける。全国473スクリーンで公開され、 2012年1月21、22日の初日2日間で、公衆5億5、566万3、750円、動員42万1274人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位となった。続く公開第2週も9日間の累計公衆が14億3、0760005、600円、累計動員は110万9225人。 公開第3週で、公衆20億円、動員150万人を突破し3週連続第1位を記録している。本作は、オールウェイズ3丁目の夕日シリーズで、初めての 3D 映画となった。前作から5年経った1964年、日本は1964年の東京オリンピックの開催を前に、国全体が活気付き、東京においても、 近代的なビルや首都高速道路などの建設ラッシュで土地開発が進んでいた。そんな急激な時代の流れの中でも夕日町3丁目とその住民たちはいつも変わらない雰囲気を残していた。晴れて夫婦となった茶川とヒロそして高校1年生になった淳之助は仲良く三人で暮らしていた。茶川は冒険少年ブックで連載を続けるも、 新人作家の緑沼に人気を奪われ大ピンチ。そんな茶川を陰で支えるヒロミは見重だが、生活のため居酒屋を切り盛りする。淳之助は東京大学を目指して猛勉強するも、内心は夢である小説家になることを忘れられない。一方で、向かいの鈴木夫とでは将来は海外へ展開したいと野望を持っているノリ分と内助の功で夫を支える妻。 ともえそんな両親を持つ一人息子、一平は、思春期に入り、鈴木音を継ぐことを嫌がり、エレキギターに明け暮れる毎日。住み込みで働く六市には、あるふとしたきっかけで出会った、医師、菊池との出会いで、いよいよ春がやってくる。そんなある日、茶川のもとに、二十年前に感動された父、林太郎の既得を知らせる電報が届く。葬儀の岐路。 機動車キハ58型の車内で、ひろみに自分が売れない小説家を続けてこられたのは父のおかげかもしれないとつぶやく。一方、日本人の多くが医師を含め出世とお金を追求し始める昭和39年の時点で医師の菊池は無料診療に励む等で違った道を歩んでいる。そして、菊池は、 その理由について、人が喜ぶ顔を見るのが楽しいからだ、という。撮影で使用された衣装を埋め、鉄道公園保存車両の新幹線0系電車22から75号天ヶ崎市立、歴史博物館玄関ホールに展示されているロケ、小道具有田川町鉄道公園保存車両のキハ58003名古屋陶磁器開館本作以後、第4作を経て、 第5作として1970年の大阪万博をテーマにした制作を構想しているが、2020年現在、第4作以降は制作されていない。発売元は小学館、販売元はバップ。ありがとうございます。